はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。松本様、お手紙いただきました。ありがとうございます。白猫トマト様、猛禄ジジイ様、山椒のみーちゃん様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたくいただいて政治活動資金させていただきたいと思います。山椒のみーちゃん様、長い長いメッセージありがとうございました。読ませていただきました。お手紙や物品のご支援は171-8422南池袋 2-45-1-9階までよろしくお願いいたします。東京地区日本改革党支部長大募集しております。動画説明欄もっと見るをクリックして、開いて、ご応募ください。5月4日 NHK スクランブル、開催予定であります。皆様ご予定開けといてください。よろしくお願いします。画像提供ありました。今月の8日ですね、フェミニスト労働組合がデモを開催。そんな団体あんだ、いつの間にできたんだ、フェミニスト労働組合。一緒にですね、何本か登り立ってんですけど、全労連女性部、全労連って共産党の支持団体ですね。日本婦人団体連合会、日本婦人会って、共産党のあの下部組織ですね、などの上りが一緒にやるってますんで、まあフェミニスト労働組合は正体は共産党系と、つまりツイッターなんかで暴れているのも共産党員の可能性が高いですね。SNS で暴れてるキチガイフェミは共産主義者の工作員なので関わらないのが基地であります。共産主義者とは全く話が通じません。民主主義者の我々とは、連中は論破されてもそれに気がつきませんので、全くの時間の無駄であります。全くの時間の無駄であります。ツイッターその他で、フェミニストを名乗っているやつは大体共産党系であります。話になりませんので、被害に遭わないように、事前にブロックしとくか、まあ言葉尻取られて噛みつかれる恐れありますんで、事前ブロックがおすすめであります。ウクライナ人、我々の勝利に栄光。これ日本に避難してきたおばあちゃんに聞いたみたいなんですけどもね、 NHK が嘘の字幕をつけて放送しました。今は大変だけど平穏になるように、祈っていると、嘘字幕放送を大学教授が嘘を指摘してバレました。ネットの反応です。自称公共放送、ウクライナの勝利は領土防衛で、領土取られても停戦して平和になればいいってこととは全然意味が違うと。まあNHK が進める平和、 NHK が言う平和は、まあ領土半分取られて何万人殺されようとも停戦して戦闘状態がないという状態になれよ。平和のご利用しですかね。侵略されても戦わず、ただ平和を望む、それがあるべき姿というプロパガンダですね。つまり黙って殺されろみたいな、抵抗せずに、職員全員に国籍条項をつける、皆様の受信料で偏向報道捏造を悪いことと思ってないんだろう。いつも通りのプロパガンダ放送、無抵抗の平和を売っているのは売国土、無抵抗の平和を訴えるのは売国土と。これ誤報じゃなくて意図的な革新犯でしょうね、 NHK によるね。勝利をつってんのに平和をつってんのね。無抵抗の平和、家畜の安寧を進める NHK であったと。無抵抗でいれば死によりひどい目なのは周知の事実ですよね、すでにね。国内ウクライナ人が見てすぐバレるとは思わなかったんだろうか。頭悪いな NHK もな。番組作ってる連中も頭悪いよな。それとも放送しちまえば火事だ、テレビしか見てねえ NHK 信者どもの頭にすり込めれば火事だって思ってやがるんでしょうか。まあ訂正放送とかお詫び放送してもほんの一瞬でしょうね。まあ NHK はスクランブルで潰しましょうね。
スクランブル実現したら売り上げ半分以下だから、まあ、潰れますからね。5月4日13時半渋谷で調整中です。子孫のためにもぜひともご参加を。我々大人が頑張って子孫に NHK を残さないと。孫子の代まで NHK がこんなことを相変わらずやっていたら、うじら恥ずかしい。後世にあの時のおっさんらはだらしないって言われちゃう。 NHK 潰せねえかとだらしないって言われちゃう。北海道で自衛隊がガチ臨戦態勢、臨戦態勢だそうであります。 ANN 報道、北海道の陸自戦車部隊対ロシア防衛戦線で訓練の日々と。梅田宗則さんかな、第7師団司令、ウクライナの侵略行為については明確な国際違反、いかなる任務が示された時も必ず達成できるように練度を向上させていくと。まあ、これ特集でもやったんでしょうかね。3分ぐらいの、まあ、報道されました。まあ、緊張してるだろうな今はな、北海道のあの戦車部隊の皆さんはね。ネットの話です。俺らのほほんとごちゃんなんかやってるけど、実は結構日本やばい状況っぽいのね。対岸の火事ではない、核による平和はみんな正気で、命が惜しいって前提がないと成り立たない。第7師団が対ロシア防衛最前線で訓練してるって、やつだな、番組だな。戦車輸送のための空戦が先に始まる。プーチンは日本が攻めてくると思っている。まあ妄想ですかね。あるいは与えられた情報が、側近が上に上げる情報がそんなのばっかだと、まあ、信じちゃうかな。ウクライナでいっぱいいっぱいなのに北海道に攻め込むの無理じゃねっていう意見が大半だったんですけど、まあ合理的なね判断ができる独裁者ならそもそもウクライナ攻めてないですよね。ヒトラーもですね、西部戦線が膠着して、それではつって勝ちが欲しくて独ソ不可侵条約破ってソ連に攻め込みました。まあ合理的な判断できない独裁者もいるんだよ。何すか分かんないんで用心に越したことないですね。まあ、帝国にとって善はですね、ウクライナが頑張って主力を釘付けにし時間稼ぎで、今制裁世界中でやってますんで、ロシアの国ごと兵糧攻め継続からのロシア崩壊っていうのが我々日本帝国にとって最善であります。ロシア海軍はとんだポンコツだってバレまして、途中で沈められて上陸できるとは思えませんけれども、備えることは大切、攻め込んでくっか持って考えておくのは大事であります。日本人覚悟を決める、共同通信世論調査、経済や暮らしに実害が出てもロシアへの制裁を継続すべき 73.7%、 74% ですね、ほぼね。ネットの反応です。ロシアが衰退することは日本の国益になる、ロシアと仲良くしても先がない、ロシアに甘い顔したら突き上がるだけ、日本だけ制裁やめても物価上昇は止まらない、最低でも数年はインフレ続いた方がいい、北海道を攻められたら困る、大半のやつはそんなに生活苦しくないからそうなる、理由がどうあれ手出しちゃダメって教えられてるんで、まあ日本人はそうですね、理由がどうあれ手出しちゃダメですよ、手出した方が負けですよ。北海道は我が領土とか言ってるし、ウクライナが片付いたら次は北海道、リベラルはバカだからこの理屈が分かんないんだろうな。この結果に不満なんだかなんだか知りませんけれども、ゴモだかロシアだか半島人だか共産党員だか、あるいはその全部なんだが、大量にですね制裁やめろっていう意見が湧いてました。まあゴモだかなんだか分かりませんけど、まあ、G7 がですねスクラム組んで、組織じゃないですけどみんなして制裁してんだから日本だけ中心にしても
物価高は止まりませんよ。物価上昇は止まりませんよ。日本だけ中止してもね。それに、大部分コロナのせいだしね。物価高、制裁やめろ派は、バカでこれが理解できないんだが、仕事でやってんだが、意外と財務省がこの状況ビビってんじゃないですかね。生活必需品が値上がりしたら、消費税減税の声は今より高く大きくなりますもんね。財務省が意外とビビってかもしんねえ。食品が平均 10% 上がるっていうなら消費税下げろと、食品はゼロね、なんでできねえんだと、いう話でね。食品が 10% で新聞が 8% っておかしいべ、何考えてんの。制裁は続けろと、ロシアが隣国の日本は G7 より影響大ですからね。それにですね、制裁で多少物価上がったとしてもですね、日本が鼻水ぐらいの影響の時ですね、ロシアは肺炎起こして意識不明の状態ぐらいなってっから、その受ける影響が全然違うから、制裁を続けてることによって、こっちは寄ってたかってやってますんでね、日本の数倍数十倍効きますから、苦しいですから、ですんでね、日本が鼻水ぐらいの影響を受けたとする、あっちはもう意識不明の状態だから続ける、この理屈がわかんねんだったら、わかろうとしない奴もいますけれどもね、仕事でやっててね。 CNN インタビュー、ゼレンスキー大統領、領土は渡さない、殲滅準備完了、10年戦えると言ったそうであります。ネットの反応です。交渉始まった時に比べ明らかに強き、レンドリース法が22日に可決、10年あったらプーチン死んじゃう、これロシア滅びますわ、専制主義国家の膨張を許すわけにはいかない、自由主義諸国はウクライナを支える義務がある。自由主義諸国っていうか、ロシアは侵略主義国、それを許すなという意味でウクライナ支えないといけないのかな。西側から無限補給のウクライナ VS 半導体枯渇で兵器を自制できないロシアと、ロシアに渡航すれば死ぬより辛い目、ひどい目合わされるし、戦わない選択肢っていうのがないっすね、ウクライナの人はね。兵器も食料も無限補給のレンドリース法で強気になってんのかな。こう言っとけば、まだまだ士気は高い、意気盛んなところを示せばロシアもがっかりすっからという計算なんでしょうか。1978年突如ソ連がアフガニスタンに侵攻と、ゲリラに負けて10年後の1989年に撤退しました。今ウクライナに攻め込んでますけれども、現地の抵抗がすごくって10年で何の目的も達成できずに10年後おめおめと撤退ね。これの疲弊で、これでもう疲れ果てちゃって1991年ソ連崩壊と、2年後ですね。10年戦えるって意味はソ連みたいに滅びるぞっていう言いたいんでしょうけど、ゼレンスキー大統領は強靭に通じるかどうかは不明であります。この10年の意味、アフガニスタン10年一生懸命やってどうにもなんなかったでしょ、で2年後あんたら倒れたでしょ、これが言いたいんでしょうけど、通じるかどうかは不明であります。4月12日プーチン、西側が制裁を続ければ世界が飢餓になる、脅しました。お前のせいだ、非難合々でありました。ネットの話、めっちゃ聞いてるやん、あらら脅迫始めちゃったよ、なるほどロシアの交渉は脅迫から始まるんだね、脅してるつもりだろうが世界の敵に一直線、もっと厳しい制裁をしてくれということか、いやお前が侵略やめろよ、ロシアが最悪の飢餓になるけどな、だからミサイルで畑焼いてんすか、グダグダ言うならウクライナから撤収しろ、ウクライナの小麦粉が輸出できないのは
お前らの侵略のせいと。自分の思い通りにならないと迷惑をかけてやろうとする思考。ろくなもんでですね、これね。輸入小麦や大豆の値上がりで、パンやラーメンは値上がりするでしょうね。勢いですね、米食にシフトしそうな日本であります。まあ、帝国の米備蓄状況が気になるところなんですけれども、農水省のホームページ見てみたらですね、備蓄米の全量は100万トンだそうであります。毎年20万トン入れ替えてですね、まあ、5年経った米、5年米はですね、家畜飼料にするんだって、まあ、食えなくはないと思いますけれどもね、まずかったりするんでしょうか。10年に一度の不作、作況指数92に耐えれるのが100万トンだそうであります。してみっと、8% に当たるのが100万トンなんでしょうかね。ということは日本人は1年間に1200万トンぐらいの米食ってんですかね。減反やめて米増産に励めば、いきなり食糧危機にはならなそうですね。戦後の食糧危機みたいに、食糧難みたいにカロリー不足っていうのはちょっと考えにくいですね。まあ多少高くなるかもしれないですけど、庶民が山を切り開いて芋とか植える事態になるのか、ロシアが倒れるのが先か。ロシアが倒れるのが先だと思いますけど、それにしてもロシアの外交って脅ししかねえんですね。そのうちですね、無慈悲なとかですね、鉄の雨で殲滅とかですね、1ミリたりともとかですね、北朝鮮みたいなことを言い出しそうですね。なんか似てっから。北朝鮮が小さいソ連っていうのは前の動画でも言いましたけれども、というわけで5月4日午後ご都合開けといてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。